おはようございます。キスジャガーです。桜綺麗でしょう。はい、2020年4月の8日やったかな、4月8日水曜日9時57分ですね。おはようございます。何日だか何曜日だかわからんわみたいな、そんなことで失礼します。はい、今現在地、もうちょっと前かな、今現在地はですね、滋賀県高島市くつきというところにおります。温泉があったりスキー場があったりします。前で待ってくれてありがとう。はい、こちら、一般道です。国道367ですね。サバ街道という名前で、大昔から親しまれておる道路です。私も5、6年は走ってないんで、ちょっと久しぶりに忘れた頃に走ってみようと思います。まもなく右方向です。はい、実はですね、今泊まっておったのは道の駅泊まっておったんですよ。で、その道の駅でヨーグルト1瓶780円であるとか、まあ、焼き鯖寿司ですね、あんなんであるとか、あれも高いんですよ、1600円とかするんですよ。で、なんだっけ、まあ、野菜、ほうれん草とかクレソンとか買いました。であと味噌ですね、麹味噌買いました。あ、桜綺麗ね、これ。はい、衝動買いで財布の中すっからかんであります。さっさと持ち帰っていっぱいやりたいかと思います。安全運転できます。はい、ですね、今都会、街の中では桜はもう12分咲き超えまして、もう満開を等に超えまして、結構散っております。4月8日なんですけれども、今年はちょっと暖かかったんで桜早かったんですよね。で、散っておるんですが、この辺り滋賀県、高島市じゃない、何やったっけ、高島市か、くつきのこの辺りは気温が今現在お昼前ぐらいで8度ぐらいですね。かなり涼しいので、今ちょうど満開、10割から12割ぐらい。ちょっとね、この川沿いの桜は風が強かったんか何か知らないけれども、ちょっと川沿いの分に関してはもう満開っていうよりはちょっと過ぎたかなみたいな感じに映るんですけども、先ほどまで道の駅を折った時なんかはもうちょうど今一番美味しい感じでしたね。まあ、これぐらいスキー場があるようなこれぐらいの山の中まで来るとまだ気温も10度ぐらいしかないので、桜も長持ちかなみたいな。誰も歩いてませんから、その辺で勝手に弁当を広げて焼き鯖寿司ね、買っていって、なんか綾鷹かなんかお茶買っていって、その辺新聞かなんかに座ったら花見ができるんじゃないでしょうか。ちょっとね、運転してこないとこんなとこ電車がないので酒は飲めないんですけれどもね。367、かなり古い国道なので道幅も十分に取れておりません。ガードレールもございません。お金がないんだかなんだか必要がなかったのかなみたいな、人が歩いてないからみたいな、ね、2階の土地でございます。一応江戸時代だかなんだか大昔からサバ街道として親しまれてきた道らしいんです
日の車両、これ、まあ、新車からしばらく1年くらい経った車なんですが、大型トレーラーでございます。フルオートマなんでね、あのクラッチペダルもついておりません。で、最近のもう一番最新型 の、 あのトレーラーに関してはトレーラーブレーキもあのなぜかついてないみたいなことで、もう一つ頼んない感じなんですけどね。パワーもないし、昔の方が良かったかなみたいな感じしますけどね。まあ、そういったことで新しい車に今日は乗っておりますので、あのガタガタ揺れてるんですが、これはまあ道路のせいかなと。道路かなりボロいんで仕方がないのかなと。車は一応うちの会社ではこれ以上いい車今のところはありませんよっていう、まあ今日はちょっと条件こましな感じでございます。そして今回初めて国道367サバ街道をご紹介します。来るときはね、161 の、西琵琶湖バイパスやったっけ、湖岸道路、あそこ通ってきたんですけれども、161バイパスね。帰りちょっと、来た道引き返すのもなんだし、引き返すまでの道がすごく狭いんですよね。途中何回も、離合できないというか、かわせないところがありまして、本当にあのダンプとかでも、バンバン来るんで、ちょっとね、交差できないので、もう大型トレーラーでそんな道引き返すの嫌だなっていうことで、ちょっと広くさーい昔ながらの道をガタガタ揺れながら行きたいと思います。で、ありがたいことにこちらやったらなんとかインターですとか言って道案内しなくていいでしょう ね。一応161バイパスやったらなんとかインターです、出口ですとか言って案内しないといけないんで、めんどくさいんでね。もうそんなことあんまり関係ないから、ちょっとね、何年も5年ぐらい走ってないんで、今どうなってんのかなみたいな、ちょっと偵察部隊みたいなつもりで来ております。たまに通らないとね、新しい道ができてたわとか、塞がって通れなくなってたわとか、まあ、いろんな事情が変わったりすることもありますので、たまにこうやってね、試しに通ってみるんですよ。大きい車で来た時に試さんでいいんですけど、別に来ること自体少ないんでね、今日は大きい車だからやめとこうかとかいうことはないんですよ。まあ、あかんかったらあかんかったで引き返します。まあ、大阪帰るの3時間かかるとか5時間かかるかなとか、そんなことになるかもしれないですけどね。はい、大阪帰るまではやりません。なんとかバイパスの161バイパスの間のインターあたりに出てくるんですよ。で、そのあたりで終わらせていただきます。すいません。まではちょっと山道をロンリーバトルじゃないけれども一人で走りたいと思います。後ろも今のところ誰もいません。一応世間では2020年4月の7日、安倍内閣総理大臣が緊急記者会見ということで19時からですね、緊急事態宣言を発令されました。日本全国47都道府県のうち東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県、これで7つかな、この7つに関して緊急事態宣言が発令されました。一応移動制限であるとか、まだ何々してはいけませんとか罰則があるとかそういう話じゃなくて、今後都道府県が移動するのはやめてくださいとか外出は控えてくださいとか、そういうお願いベースである要請っていうことを出せるようになったりとか、あとまあここの土地をちょっと緊急で公で使わせていただきますみたいなことで私有地みたいなところも許可を得ずに使えるようになったりとか、そういう指示ができたりとか、なんかそういういろんなことがあるらしいんですけど、まあサバ寿司みたいな、さっき買ったんですけどね、お土産でね、お土産で買ったんですけど、あるの見ると中に入って持って帰る前にまず食べたいなみたいな気もしますが、それはさておきです。はい、そういう戒厳令でそこまではいかないんですけれども、緊急事態宣言でとりあえず不要不急の外出は控えてくださいよとか、人が集まるところには行かないでくださいとか、
まあ、そういったことです。あの病気の場合であっても、あの自宅で薬の飲んで治る程度の病気であれば病院に行かないでくださいぐらいのこともあの言われてますよね。2020年4月の8日水曜日、本日現在というのはそういうちょっとあのかなりややこしいご時世でございます。ゆっくり走ろう、鯖街道、また起こしやす高島市、制限速度50キロです。道幅広くないです。で道ガタガタです。一応雨でもなく凍ってるわけでもなく、あのドライの結構コンディションいい状態で走らせていただいてます。ガードレールも所々しかないので、あのこんなところでね事故するとちょっとなかなか助けにも来ないのかなみたいなこともありますので、皆さんご注意ください。今ぐらい の春先の天気が良くて桜お花見ができるみたいなこの時期ですと、大型バイクのツーリングチームがあの列をなして走っておる姿がよく見られるかなみたいな、そんな感じなんですが、ちょっと先ほど来申し上げておりますように、一応昨日の夜19時にあの安倍総理大臣が全てのテレビのチャンネルを独占しまして、緊急事態宣言を発令しました。ですので、まあ、ところどころ、あの、来る道中で何台か、あの、遊びに行ってるバイクとか見かけましたけれども、今年はごくごく観光も何もかも少ないのかなと。外国からの観光客も来ません。あの、世界的に疫病が蔓延しております。あの、死亡もね、あの、世界で100万人以上の方が感染されておって、数万人の方がもうお亡くなりになっておりますので、あの世界的にパニックを起こしているというあのパンデミックというやつなんですけれども、新型コロナウイルスで今世間は大変なことになっておりますから、あのまさかね桜が綺麗からといってあの遊びに行って酒でも飲もうみたいな、そういうあの悠長なことを言っておられる方は少ないかと思われます。まあその中でも人が少ないラッキーということで出歩かれている方もいらっしゃいます。なんでね、あのこの辺走るとくしゃみ止まらんようになるかなっていう気もするんですけどね、目の前に見えておるあの雑木林、あれ杉ですよね、下の方刈り込んでて絶対くしゃみが、まあ、花粉が飛んでなきゃいいかなみたいな感じでございます。この辺も屋根が 急勾配ついてますよね。雪かきしなくてもいいのかなみたいな、そんな形の屋根でちょっと我々の大阪市内の建物とは趣が違うなという感じがいたします。現在国道367号線、南向き、日本海側からあの京都方面に向かって走っております。桜むちゃくちゃ綺麗ですね。右側カメラちょっと映しきれてないけれども、大変綺麗ですが、お花見の方一人もいらっしゃいません。キャンプ場か、ここはすごいな、いいな。お花見の季節にキャンプ場、これいいね。引き続き国道367、制限速度50キロです。まあ、もはや滋賀県なんだか京都府なんだかどこ走ってるのかちょっとよく分かりません。鯖街道と、言われているあの古くからの国道になります。川もねどっち向いて流れてるのかなみたいな、日本海の方に向いて流れてるんやね、反対向きやね。ただいまの気温15度となってますね。結構上がってきたんですね。さっき私が到着するまで、荷下ろしする前までは8度ぐらいでしたけど、1時間2時間ぐらいで
5倍ぐらいの気温に上がりましたね。10度なかったから寒かったんですよ、さっきまでね。こんなところを撮影して、こんなところを紹介したとて誰の役に立つのやらみたいな感じもしますが、まあ、せめて私が黙っときゃね、車窓の風景として優雅にこうクラシックでも流しながら見ていただいたらいいのかと思うんですけども、お邪魔してごめんなさいみたいな、適当に時事ネタをお話ししながら進んでおります。昨日19時から の緊急事態宣言に関しては、私の住む大阪市も、もちろん、その緊急事態宣言 の範囲に含まれておりますので、久しぶりにテレビのスイッチ入れて見ました、ちゃんと。で、まあ、ざっくりした話でいきますと、まあ、学校とかですね、ああいったものは少なくとも5月6日まではお休み しようかみたいなことで足並み揃っておるようです。高校とか小学校中学校みんな入学式も中止らしいですね。そして運転免許証、兵庫県の運転免許証明石にございますが、あれも今閉鎖中らしいです。ちょっといつまでかは目処が立っておりません。私は今年の6月に誕生日迎えて免許を切り替えないといけないんで、ちょっと困ったなと。明石には行かないんですが、明石が閉まってるんだったら大阪の門真も閉鎖されるかなみたいな、免許の切り替えできなくて失効するとえらいことやなみたいな感じなんですけれども、ね、まあ、そのあたりは行政が延長してみたりなんやかんやするかと思うんですけれども、思ってる以上にね、ちょっと安倍内閣無能なので、いやー、世の中パニックの ついでに免許失効しかねんなみたいな気はいたしております。政権批判をするような動画ではなく、ドライブの予習ということで、皆さんに、私の運転する風景を見て、この道路がどうなっておるのか見ていただくという趣旨なんですけれども、私もね、もう5年ぶりぐらいに走るもんですから、ちょっとよく分かってないっていうのもありまして、他にもお教えできることがないのかなみたいな、黙り続けることもなかなかしんどい性分なもんで、こうして時事ネタ喋っておりますけれども、家族留学募集中だって。家族留学、家族丸ごといらっしゃいみたいなことですかね。聞いたことないね。山村留学で子供だけ来ましたみたいな、そんなことじゃなくて、親もみんなで来ましたということでしょうか。なので山も青々としてますよね。この辺の川も上流の方かと思われるんで、おそらく水きれいなんでしょうね。先ほどでもアマゴがどうのこうのみたいな、その川魚、釣り人が来るんでしょうね、まあ、そういったことで観光っていうか、どういったことでこの辺は生計立てられておくのかちょっと分かりませんけれども、
先ほど私ほうれん草とクレソンと買いましたけど安かったですよ。ほうれん草もね束でスーパーで150円くらいするかと思うやつが100円くらいでしたね。クレソンも同じくらいのボリュームで130円やったかな。クレソンなんかなかなかねスーパー置いてなかったりするんですけど、かえってちょっと野菜ふんだんになるべく油を使わずに何か料理していっぱいやろうかと思ってます。4台ぐらいとバイク2台ですね。背負っております。車はともかくバイクツーリングの方はせっかちに抜いていきたいのかなみたいな感じがしますけど、どんなもんでしょうか。無理やり抜きに来るんちゃうかな後で。型なんでね、いろんなセンサーがついてるんですよ。線をまたいだらビービー言うてみたり、前に障害物があったら追突するよみたいなビービー言うてみたり、たまにね ETC のゲートが開くの遅くて勝手に急ブレーキ踏まれてガーンと本当に急ブレーキかかったりするんですけど、狭いなぁ。狭いんでおそらく50キロから40キロに制限速度落ちてますね。追い越し禁止になりました。後ろがかなり離れましたね。私のペースぐらいで大飛車間開けてくれたぐらいの感じですね。制限速度40キロです。国道の367号線大津の方に向かって京都方面向きで走っております。
サバ街道です。看板に隠れております。もう大津市か。ここが京都なんだか大津なんだか高島なんだかどこなんだかもね、とりあえず山なのでいつの間に大津に入ったのかなみたいな感じがしますけれども、サバ街道なんかお宿でしょうかね。昔ながらのトンネルは道もガタガタやし、幅も狭いし、天井は低いし、明かりは暗いし、大変ですよね。これもう冬場とかやったら中凍ってたりしますからね、ご注意ください。トンネルの中うっすら湿ってるんですけれども、こんなんでも滑ったりとかするんですよね。今前からダンプが来たりしたら嫌やな、もうそれぐらいの圧迫感はございます。途中町っていうんかな、これもう間もなく終わりです。あと3キロぐらい、あー跳ねるわ。あと3キロぐらいで367終わりで、あのマノインターの方に入りたいと思います。30分ぐらいの動画です。思ってたより短く済んでよかったみたいな。国道161に出るまであと11キロ、しばらくあるな。トレーラーはこういうところでトレーラーブレーキ引いて後ろだけ止めて前は流すみたいな、そんな感じでやりたいんですけども、この最新型はトレーラーブレーキついてないもんですから、フットブレーキで何でも踏んで止めてしまうので、タイヤがロックしたりとかいろいろ大変なんですけども、昔からトレーラー乗ってる人間からするとちょっと気持ち悪いんですけどね、トレーラーブレーキないっていうのは。なんでなくしたんやろ、メーカーの方はなんでなくしたんでしょうか、教えてくださいみたいな。あの雪の、 あの積もってる時にあの六甲の山降りてくる時にかなり怖い目しました。やっぱりトレーラーブレーキいると思いますよ。なんでなくしたんですか、本当に。まあ雪じゃなくて雨でもいいですよ。あの荷物積んでるときはいいけど、空車になったらめちゃくちゃ滑ってね、あのジャックナイフとまではいかんけれども、結構あの怖いなみたいな、自分で運転してて怖いなみたいなことになるんですけど、コストダウンですかね。そんなに性能良くないですよ、最近新しいからといって調子に乗ってるんじゃないかみたいな、そんなに思ってるほど性能良くないよ。燃費も思ってるほど良くないし、パワーもないし、止まらないし、昔と比べて性能上がったような気しませんけれども、なんで昔から必要やからあったトレーラーブレーキなくしたんでしょうか。まあいいか。はい、まもなくあと 800m ぐらいで、国道477に入ります。あ、最後の桜かな、これ綺麗ですね。桜も見納めかもしれません。山の桜はこんだけ咲いておりますが、我々の町、あの京都であるとか大阪であるとか神戸であるとか、そういうあの町に入ってきますと、ここいらとは気温が違いますので、もうあの咲き終わってるんですよね、桜もね。まあこの辺りは朝方は10度いかないみたいな
気温なのでまだこんだけ残っておるということです。いいねこれ。まもなく左方向です。はい、左方向途中というところ左曲がります。ほらダンプが来たよ。ダンプの基地が途中にあるんですよね。またがないとこいつは。クソかお前。あんな短い車線またがんと行かれへんかみたいな。途中口。ああまだ桜がある、よかった。映えするわこれね。こっからしばらくあと5キロぐらい行ったらおそらく採石場みたいなのがあって、そこにダンプがいっぱい出入りしてるもんですから、しばらくダンプとねこうやってすれ違いが続くんですけど、この人たちセンターライン守らないからね、こっちが止めないかのようになるでしょう。危ない。守らないというか守れないわ。悪いけど当たるわ。大型トレーラーではなるべく守りながら走ってるんですけどね、これ当たるわ。でもあ、採石場とか言ってもうここか。あ、今んとこですね。今んところがダンプの基地でした。じゃあもう10キロも行かないね。もうそろそろ、もうしばらくしたら161バイパス見えてくるんじゃないでしょうか。私はいつもこの道走るときダンプの基地を目印にしてたんですけど、ひっきりなしにダンプです。4度です。国道477ですね。これ東西に向かって走っております。国道367から477に入りまして161に向かっております。ワニインター向きか。これちょっと漢字が読みにくいんですけど、ワニと読みます。新しくできたんかな、311という県道、あれでワニインター行った方が平和なんかな。ちょっと道がわからないんでこっち行きますけれども、あっちの方がまっすぐで平坦で走りやすそうやったね。今見た感じ桜が綺麗からゆっくり行こうか。制限速度40キロです。ちょっと葉っぱが多くなりましたね、桜もね。先ほどの滋賀県高島市のあたりとまた桜の咲き方がもう違いますよね。でもこの辺もまた京都市内とか大津市内とまた違いまして、まあ、ここも住所的には大津市なんですけれども、市街地とまた違いまして、ちょっと気温3度とかでも低いのかなみたいな。このとこに伊香立中学校さんも、中学校あるけど生徒おるんかい。町が見当たらんのだけど、
っから通うんやろ。ねえ、この辺も家ないのに、めちゃくちゃ歩かないかのちゃう、中学生かわいそうに。あと 2.6 キロぐらいで161バイパスの方に入れそうです。ああ、まだ桜が綺麗。桜好きな日本人だけなんですかね。外国人の方もあれで見て綺麗なと思うんかな。から、あ、この辺町ありますね。この辺から歩いてんのかな。 2,3 キロあるか、中学校まで。ちょうどいい運動になりますね。ちょっとさっきのダンプ街道みたいなところを歩いていかないといけないので、ちょっと学生は一つ通学危ないかなみたいな気がしますけど、はい、国道161まであと4キロと看板出てございました。どうかな。4キロと看板出てたんですが、私のカーナビでは 1.9 キロとなっております。おそらく古い方の旧道の161が琵琶湖のヘリを走ってるんですよ。そっちの方をあと4キロと言っておるのかなと。161バイパス自体はあと 1.7 キロぐらいではないでしょうか。というお手頃な値段でお求めいただける焼酎があるんですよ。でそれのちょっと熟成したやつ、3年ほど寝かしたやつが売ってまして、まあお手頃な価格なんですけれども、あれの25度ぐらいのやつなんですけれども、ロックで飲むとまあまあ美味しいねみたいなことになるんですよ。トロの焼き鯖寿司をおよそ700メートルの斜め右方向で焼酎でロックでキュッとね、うまくないわけがないですよね。早く帰りたいです。もう仕事どうでもいいです。まあ桜が綺麗、これを見ながら飲めたらな。我が家の近くも大阪市内、まあ、うちの近所歩いてね、3分くらいのところに公園あるんですけれども、桜はあるんです、たくさんあるんですが、もう咲き終わっております。この辺りみたいにまだ咲いておりません。はい、マノインターです。補正道路、あら、いい矢印は出ないよ。紙一重で赤信号引っかかってしまいました。動画40分、ちょうど40分になりましたね。ここまで切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。10時37分になりました。チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。